仏教系の信仰心の家に生まれですね、その反動で自然科学を志したのですが、えー、自然科学は、えー、人の精神、えー、には応えることができないなどの点において不十分性を感じますと、えー、武田先生はしばしばし引用されるお釈迦様の仏教的思想と自然科学、えー、これらを、えーまあ、融合させてですね、えー、まああの包括的な思想を体 あの習得されようとされているのでしょうかと、えー、もしそうであれば学問的な体系化は可能でしょうかというねご質問ですね。学問はですね、結果を求めないっていうことをその人に言いたかったんですよ。はい。学問は人間がやるもんですから、学問が完成するっていうことはないんですね。学問が一番頂点に立つのは人間が絶滅するときなんです。 人間が絶滅する時まで少しずつ少しずつ前進していきます。人間のつまらない知恵を重ねて前進していきますね。はい。で、ずっと前進していって、ある時突然、今から600万年後と言われてますが、えー、人類が滅亡する時にもって学問が終わりになるんです。その時にも真,真理は分かっていません。学者は全部そう思ってやってると思います。ちゃんとした学者。 だから、つまり人間というのは、この今の知識で最善の努力をするということしかできないんですよ。だから今の努力で最善の努力をし続けるのが科学。だ科学というのは真実に当たることは全くなくて、ずっと延々と進むわけです。で、これだけでは人類はやっていけないので、そこに宗教というのが登場して、一足飛びに、 ゴールを示すんですよ。その、そのゴールっていうのは、学問的に言えば根拠がないんです。根拠はないけども、人間にはゴールも示してほしいという必要性があるので、そういう宗教っていうものが誕生してるわけですね。ですから、宗教と科学ってのは全く、その、変化の状態ではないんです。よく、宗教と科学は違うでしょうって言うけど、全然そうじゃなくて、宗教がゴールを 示してくれるから僕らは安心して坂を登れるんです。坂を登るときに向こうに崖があって落ちちゃうんじゃないかとかいろいろ言われて遅いんじゃないかとか言われて困るんだけど、そういう人には我々はもう精一杯やっております。人間として精一杯やっておりますから、もしそのゴールが必要だったら宗教の方見てくださいね、ということが言えるという点で、あの、科学にとっては宗教は非常に大切ですね。なるほど。はい、と、と考えるともうその、いや、 まあ仏教のような宗教というものは、えっ、ー、と、科学、自然科学のようなものではないっていう理解ですかああ、なるほど。はいえー、要は、まあ日本、人間の生き方の希望を与えてくれるものという。希望というか、はい、もっと、あの、あの、なんていうか残酷なものだと思いますけどね。僕はいつも答えてるのは、科学で答えられる範囲は科学。科学の,あの領域を超えたら、まあ、宗教的なもので答えてる。なるほど。 はい、哲学もそうだし、絵画とか芸術ですね。芸術がちょうど宗教と科学の間にいます。はい。で、あの、本当に芸術家の芸術って鋭いと思うのは、僕らが少し先にいるんですよ、いつも。それ <laughs> <laughs> で、へえーと思って見てると、そのうち僕らはそこまで行くんです。なるほど。だから、あの、まあ、科学、芸術、それから離れて宗教っていう感じですかね。はい。 わかりました。はい。じゃあ、ぜひね、参考にしてください。シェアセスな時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは、登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。